MLS カッププレイオフ2018は2018年10月31日から MLS カップ2018の開催日である2018年12月8日まで行われた通算23回目の大会である2018年のメジャーリーグサッカーで各カンファレンスの上位6チーム経営12チームが参加するイースタンカンファレンスウェスタンカンファレンス FC ダラス V ポートランドティンバースニューヨークシティ FCV フィラデルフィアユニオン DC ユナイテッド V コロンバスクルーロサンゼルス FC V レアデソルトレークアトランタユナイテッド FCV ニューヨークレッドブルズニューヨークレッドブルズ V アトランタユナイテッド FC アトランタユナイテッドが合計スコア3から1で勝利したポートランドティンバース V スポルティングカンザスシティスポルティングカンザスシティ V ポートランド ティンバースポートランドティンバースが合計スコア3から2で勝利した。アトランタユナイテッド FCV ポートランドティンバース全試合終了時でのランキング公式サイトありがとうございます。